どうもこんにちは。宣伝部長のこイです。今日は文集法直前ということでお話をしていきたいというふうに思います。というわけで、昨年末ですけれども、文集法が松本人志さんに対して放たれまして、まあ、その内容について、吉本興業側も、まあ、松本さんも、まあ、事実無根であるということで、進んでたと思いきや、なんかちょっと、松本さんのツイートによるとですね、これ事実無根じゃなくねみたいな話があって 中でまあ、いずれにしても文春法のねまあ、第2弾によっていろんな問題が明らかになるのではないかって言われてたんですよね。はいで、そんな中でまあ、本日のお昼に出るとで、本誌はおそらくえっと明日出るような形になると思うんですけども。まあ文春法がまあ放たれるとで通常あの文春さんというか文春さんだけじゃないと思うんですけど。まあ。 取材相手って言うんですかねまあ、今回で言うと文集法を放つ松本さんであるとか吉本興業さんであるとかさまざ、あ、まなと,と,とこに対して取材で当ててどうなんですかって言ってでそれを載せるのでいわゆる打たれる方はまあその。 本が出るる前に一応それは知ってると。でそれをそのまま出すかどうかは文春さん次第のとこがあるんですけれどもまあおえっと昨夜ですね吉本興業とか松本さんの動きを見たからかどうか分かりませんけれどももう見出しをねあの出しちゃいましたって感じでまあ松本さんの件についてやるよっていうことで、まあ、完全に戦闘モードというような状況になってますと。 いうことですね、まあ、いずれにしてもちょっと昨夜の動きを少しだけちょっとね、えー、見直していきます。はいというわけで私が最初に知ったのは多分このニュースですかね。えっと t b s ニュースリーグさんでだからテレビでもおそらくやったってことですよね。ダウンタウン松本人志さん芸能活動休止を発表ということですね。だからまあテレビでもそんなにやってなかったからまあ ネット界隈ではね大騒ぎになってましたけどだからメインメディア見てる人で、まあ、何があったのかよく分かんないけど松本さんが急に休止みたいな発表があって驚いてる人が多分多いんじゃないかなって思うんですけど、まあ、ネット見てる人は当然知ってるって感じでね。はいでまあとにかく様々な記事と対峙して裁判に注力したいっていうことをおっしゃってると。 いうことですねでこれはですね吉本興業側の発表をそ,そのまま載せてましてはいえっ、ー、とこちらは吉本興業のねもうホームページの方で松本人志の今後に関するお知らせということでまあ文春の記事があった中でえっ、ー、とまあでもこれ、ね、初めに昨年12月27日以降のさまざまな報道って文春だけだと思うんですけど <laughs>、えー、関係者の皆様に 多大な迷惑をおかけし、またいつも応援してくださってる皆様に対し、大変なご心配をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げますって感じでね。まあ一応ファンよりも関係者に対して謝ってるっていう印象を持ちますね、これ。はい、ということで、えっ、ー、と、はい、で、まあ、 当社の認識はすでにコメントを出しているということで、事実もこんなって言ってるんですよね。はい。でしかしながら、当社及び松本だけではなく、お取引先を含めた関係者の皆様に対して、問い合わせ等が相次ぎ、松本のテレビ室へめぐる記事がたびたび掲載されるなどしておりますところ、まず松本から様々な記事と対峙して、裁判に注力したい旨の申し入れがございましたって感じなんですよね。一応まあ注力したいって言って、 てるんですけど、えー、っとですね。はい、ドーンって感じで松本さんがこう。これの後ですかね。はい、時系列的に言うと吉本興業がホームページに載せてで、その後にまあ様々なメディアが報じ、その後に松本さんが <laughs> 事実無根なので戦います。それ含めワイドナ社出ます。 言ってるんですけどこれ裁判に注視してますかねって感じでこれは連携取れてないんじゃないって感じで見ら,見られてるという感じですよね。でそしてこのまま芸能活動を継続すれば、まあ、さらに多くの関係者や共演者の皆様にまあ迷惑をかけるってことで、まあ、だから事実もこって言うんだったらもう記者会見開くなりまあね前回のワイドナショーとかだったらね まあタイミング的にもまだ行けたかもしれないんですけどいずれにしてもですね事実無無根っっててて言いいい張るるにははちょ,ちょっとと理が出てきてるという状況ですよね、はい、だから事実無根だったら事実無根で何が事実無根ではっきり言ってればまだ良かったんですけどちょっとねいずれにしてもよろしくない状況になってると。 いうことで、まあ、いずれにしてもまあ休止してっていうことですよね。で当社もといたしましてもさまざまな事情を考慮し本人の意思を尊重することとしましたと。一応本人の強い意思であの休止なんだけどワインドラッシュを出るよって言ってる <laughs> っていう <laughs> まあまあこんな感じで何が活動休止なのかなと,とも言われてるとだから、まあ、普通に読むと。 まあ会社と相談してそういうことを休止することになったんだけどワイドナショーで何か説明したいなみたいなところは連携が取れてなくてまあそれを松本さんとしてはそこで説明だけしたかったんだけれども食い違いが出たっていうところなんですかね。はいまあ、その辺はちょっとわかりません。 で、突然の活動休止ということで、えー、と放送局をはじめ関係者の皆様には大変なご迷惑をおかけすることになり誠に申し訳ありませんがとで続いてファンの皆さんに対してごめんなさいって感じなんでね、まあ、この姿勢そのものでやっぱり、まあ、ジャニーズの時も思いましたけどねやっぱり視聴者でありファンに支えられているのではなくてテレビ局とか関係者の皆様に支えてもらってるというまあまあそんな感じですよね。まあ、ジャニーズとま 違ってねライブとかあんまりするわけじゃないんでねまあ、こういった順番になるのもわかんなくないんですけどねまあこの辺はなんか正直に出たなっていう感じですね。はいという感じなんでねまあ一応ですね まあ分身法が出てからですけどもどっちかっていうと松本さん用語の声といいますかまあ裁判で決着つけるんだからそっちでとか本当か嘘かわからんもんねとかあるいは今回告発された女性に対してまあ、二毛作問題であるとかさまざ、あ、まなことが言われていて私の感覚で言うと未だまだ、あ、松本さん用語の声が大きいなとは思ってるんですけどね、まあ、ただジャニーズの時と違ってまあなんか こうれ冷静に見る人が増えてきたなっていう印象でもありますかね。はいという形で時代は変わりは目は感じてるんですけどただちょっとライブをね昨日やらせていただく中でなんか松本批判の声が大きいみたいなのもあっという意見もあったんでどっちなんだろうなと思って一応まあこの記事のコメント欄を見ていくと一応ですねオーサーの方たちですね。 まあ松本さん自身がまあまあまあ裁判やるっつってるから中立的な立場で見守りたいとかっていうことですよね。はい、で憶測でさまざまなことをかきたてることなく事実関係が明らかになって私たち今後しっかり見ていきたいところです。まあ、それにつきますということでおおむねこういった意見が多いような気がするんですけどねでこれ逆に言うと、まあ、吉本興業側の戦略としてはこういう形にしておいてうやむやにして亡くなった後に。 でまあ要するに向こうは証拠を持ってないだろうっていうふうに踏んだ上でいや名誉毀損成立みたいな勝ったみたいな感じでまあそれをもってして復帰みたいなことを考えていたのではなかろうかっていうふうに思うんですけどはい、まあ、いずれにしても最初のなんか事実無根って言うんだったらやっぱり事実無根だよってこと本人が出てきてねいや全くないんですそんなことって言ってればそこまでには至らなかったかもしれないんですけどまあただね 一応ホテルとかパーティーやっていたってのは認めたっぽい感じになってるんでうーんっていうところですよね。はい、であとですね芸能記者の方も、えー、と吉本興業ですね今回の休止やペナルティ的なことではなく裁判も含めた対応策のための、まあ、精査に時間を充てるというところですかね、まあ、それ以上のことはないって感じで。 えとあとですねこちらもライターさんの方で仕事関係先で雑談程度に話を聞いても意見が食い違ってる以上現場としては何ともしようがないとおっしゃってましたって感じですかねまあうんっていうところですかねなんか他でも同じような感じでしたっけ<笑><笑>いやいいんですよあの別に松本さん以外でもやっぱりたとえ文春だといえば臆測では まあその何とも言えないから当然まあ、なんかその言ってる人に取材なんか書けないしね 今までだったら私が見る限りどうなってんですかって本人にこうね取材に行ってたような気がするんですけど、まあ、そういうのもあんまりしなくてもいいしな,なんだったら裁判に持ち込んだら、まあ、裁判の結果が出るまでちょっと黙ってようねみたいな感じでねはいというわけでねちょっとあんま言いたくないんですけどねなんかこうね先日昨年末ぐらいからいろいろありましたガーシーさん騒動についてはですね憶測でかなりいろんなことが言われてた気がするんですけど勘違いかもしれないですねはい。 はいでそんな中でこちらデイリーさんの記事ですけれども、えー、と松本志とし活動休止にテレビ局大混乱って感じですね。そう。で富士はワイドな未定とかこれはねあの松本さんご出るって言ってるけど未定って言われてるとか TBS はント中吉本もまだわからないということで、まあ、こちらはね、まあ、大混乱であるという記事になってますということですかね。はい で、あと水曜日のダウンタウンクレイジージャーニーを放送する TBS は収録あ、まあ、検討中ってことですよね。で「ガキツの日本テレビは状況を確認中」とか「ナイトスクープの ABC テレビは未定です」って感じであの一社も「報じます」も「報じない」も明言しなくてもう「分かりません」って答えてるんでもうこれはどうなるんだろうって感じで大混乱中だと思いますと。 いうことですね、まあ、完全にねなんかまあ状況的にやっぱりジャニーズの時の流れと似てきててな何て言うんだろうな、まあ、基本最初は無視なんですよ。無視してて無視できないってい流れになってきたちょろっとやってで報じる時も自ら何か取材してきたものを報じるとかではなくてその。 吉本興業はこう言いました。松本人志さんがこう言いました。みたいな感じで、まあ、ジャニーズの時も、まあ、ジャニーズ事務所がこう言ってましたとか、まあ、特に、えー、とジュリー氏が、まあまあ、謝罪で最初ビデオ謝罪みたいなやつしたと思うんですけど、まあ、それはもうそればっかり散々流して、一応ジャニーズ事務所はこうおっしゃってますみたいな感じで。 <laughs> いや自ら取材してなんか自社のね見解なんか一切述べませんみたいなねまあそういう感じの流れになっていたわけでまあ似てますよね。まあちょっと私テレビ見てないのに何とも言えないんですけど今回の件もまあただただこれを流して裁判やってみないと事実関係わかりませんもんねっていう形にするのかどうかについてはよくわかりませんけどまあそういった特別扱いがやっぱり。 あの松本ひとしさんの場合はされてるなっていうのが私の個人的感想ですかね。みんなこういう扱いをしてあげるんだったら別にそれでもいいですしっていうふうに思うんですけどね。はい。というわけで、さらにまたこちらの方のね、に対してのコメントの方も見ていきたいんですけ先ほどはやっぱり、ちょっとやっぱり業界関係者っぽい感じかつ実名なんでね、まあちょっとふわっとした意見になりがちでしたけど、まあ、こちらは匿名のになるので、まあ、 えとはっきり言ってる事例が多いですね。文春は、まあ、今回にも他にも用意してそうとかですね。えー、ということですかね。とかまっとうな対応と思うし裁判すべきですねということですね。まあ、これは、えー、と吉本興業側ですかね。っていうところですかね。 で、スポンサーつかなくなっている時点で仕事に影響が出ているということで嘘だったら、まあ、とんでもない名誉毀損間違いないってことでそれは文春が潰れるレベルですよねだって松本さんの影響力とか稼いでる分とかっていう,いう金額で言うといくらになるんだろうっていう感じでねはい。 でまあ、一方でテレビの終わりが加速しそうということでスポンサーがまっちゃんを口実に撤退しようとしてるかもしれませんがもともとテレビ CM よりもネット広告を受信する流れになってるから、まあ、まっちゃいなくなればそれを理由に、まあ、撤退するでしょうねみたいなご意見ですかね。はい、でまっちゃ以外の芸人はチャンスと思ってるかもしれませんが果たして視聴率が取れるのか甚ははだ疑問でしょうからスポンサー撤退は加速するでしょうということでこれは本当にそうでなんか松本さん 一派みたいな感じになっちゃってるから、松本さんが一番面白いわけですよ簡単に言うと、でに、で、そっからいくら出てきても、まあその、そのなんかこう系統の人だから、まあ似たようなね、ある種混乱は起きないかもしれないんですけど、まあ。 番組とと魅力とか永久力か落ちちゃいますよねただやっぱり常に新しい若手スターが出てくるような業界だったらまあ大御所がこういう感じになったらじゃあ俺ら行ったるぜって感じで出てくると思うんですけどただ普通にねなんか10代後半20代前半見てなんかうわーみたいな感じの芸人さんっていないですよねだから松本さんたちが出てきた時ってそういう感じでだからその時の大御所が沈んだら「ほら俺たちの出番来た」みたいな感じでうわってやってたと思うんですけど 今誰が言ってますかこの問題あの <laughs> 若手沈黙じゃないですかね。はいっていう状況だというふうに思います。はいであとはまあ明らかに第2弾を警戒しての休止でしょうとかっていうご意見でまあ、割とさまざまな意見が出てるって感じですね。はいというわけで「文集法」のねまあ、第2弾がまあ一応出ますと。でタイトルとしては。 まあ小沢さん以外にもゲン、まあ、がいたみたいな記事に仕上がってるわけなんですがなんかまあ一説にはですね女性がらにえぐい話であるとかうんあと大物芸,芸能人がね一緒のそのパーティーにいたんじゃないかとか、まあ、そういうのが出るんじゃないかって言われてたんですけどまさかのなんか。 他にもって話になると常習性のレベルがちょっと上がってくるっていうか例えば小沢さんだけが一、まあ、人で一生懸命紹介してたっていう感じになっていくと、まあ、ある種小沢さんを。 なんかこうスケープゴートにしてあいつがちょっといろいろんか松本さんにいいこといい女性にいいこといいみたいなことで、まあ、ある種逃逃げげよようと思ったら逃げれたれれかもしれないんですよねだけどこれ他にもいるって話になるとじゃあ松本さん起点じゃんって話になるわけじゃないですか松本さんの起点にある時は大沢さんある時は別の芸にみたいな感じになっちゃうとこれはそのフォーマットを松本さんが希望してそれに沿う形でなんか ね後輩芸人さんが用意するみたいな構造になるわけで、まあ、これについてもまあねまあ本当に今んところまあ、言われた側が認めた事例っていうのはないのでまあ今のところど,どうなるかわかんないんですけどまあ本当になんか事実無根だというならばやっぱり一番は出てきて説明するっていうのが一番説得力を持つような気がしますけどね。こののまま休止してあの ワイドなっていう自分にとってのホームみたいなところで火消しみたいなことをしてであの、まあ、裁判で結果出てから戻ってくるわみたいなことではちょっと厳しいんじゃないのかなって思う感じですけどね。はい、ということで、まあ、今様々ざま右往左往っていう形なので、まあ、だから本当に事実も今度だったらそれで済む話ですけど。 まあどっちかっていうとこれを起点にどん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 飛び火していく方を恐れてるんじゃないかなっていうふうに私には見えますね。はい。まあ、というわけでいずれにしても文春法次第でまたどうなるかっていう状況になりました。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくね。